という気持ち、君と二人を追いかけていた。おいえ、ああ。じゃあちょっとDM を、読み上げさせてもらってもいいでしょうか。あの DM 精神異常者から DM 来てる。いやなんかね、うんまかおうんまかおって、ね、あの超連長文で打ってきて、コピペシュニョスススマニョニョニョマレとかいっぱい書いた後に、死んでもいいか泣きってきてるんだけど。ハンジュースの配信いつもメガネをかけて見ています。モデレーターで配信を守らせてくださいっつって、自撮りあのスーツのあの照明写真送ってきてるやついんだけど、しかもその写真メガネかけてない。何？何なの？モデやります。早稲田卒。高学歴やな。なんかこの短文惹かれるな。基本いつも張り付いています。コメントあまりせず、コメントしてもつまらないことだけです。やれます。これちょっと惹かれるな、惹かれるな。こういう文章、こういうなんか素朴な感じ、なんかこいつ やれそう、こいつやってくれそう、やってくれそうな感じしない？この人、これなんかチャット履歴、これさ、チャット履歴ってどうやって見るんだろう。じゃこのさ、やれますって、今言ってる人さ、今あのコメントしてくんない？この人モデレーター希望ですって。今探すわ。いや今この DM くれた人、やれますの人、無理だよ、頭おかしくなるわい、無理だよこれ、頭狂いそう、マジ無理。お前っぽい、いや違った、はい自分です。なんかそれっぽいやつ来た、うぜえこいつ、気持ち悪いこいつ、自分のこと、いいねいいね、絶対流れた。お前だ、いた。すいません、繁盛さんの配信いつも見てますと書いてもらっていいですか。どこまで書い、これすごい不器用なんじゃないのこいつね、すごい不器用じゃないこいつ、大丈夫かな、すごい不器用なタイプ来た。あ、61、いいね。はーい。はい。やるぞ。リアルストシックスやろう。スペシャル。ちょっと片鱗見えてない？大丈夫これ。ねえ。大丈夫か？無職いけ。無職いけます。あれも意外と意外とでもこれぐらいだったら良さそう。あんまりコメントもしてないし、別にやってくれそう。だってこれ超昔だよ、2023年7月18日から見てくれて、今まで見てくれてるよコメント。悪くはないね意外と。まあとりあえずこいつは一回ちょっとモデレーターしてみよう。一回まず、お前モデレーターするわ。じゃあ今決めた。こいつ良さそう。意外とこのコメントの逆にしてないっていうのがいい。俺がたまたま目がついて、はい。自分はモデレーターになる権利があると思っています。自分はめちゃくちゃ謙虚だし、殿を支えられる自信があります。それに、殿が配信中倒れたら家まで駆けつけます。どうかこの僕に清き一歩よ。アカウント名、つねなりにょきよ。ダメに決まってんだろ、お前。ダメだよ、お前。
絶対ダメだよお前なあ、ダメだよ。はい、見てください、モデレーター希望です。当方フリーターのため、平日の深夜帯真っ昼まで常時配信ありつけます。 ID は、まあこれ隠しました。以下アピールポイント、繁盛さんから10回以上コメント読まれているので、繁盛さんが読みたいコメ読みたくないコメ理解しています。第2回繁盛ラップ選手権での作成リスト及び更新提供、私個人で収集した繁盛さんの配信対立煽り連投、配信にかけるコメ、 LINE 後の差別発言等々をした凶悪犯 ID 一覧も作成済みです。ご査定ください。これまたご希望であるマイナンバー免許証をお送りいたします。ねえ、この熱量やばいけど、どう思うみんな。これどう思うねえ。これどう思うこれ。ねえ、これどう思うこいつ採用これどうなのこれは。これどうなのこれ。くっそ怖いけど、やらしてみたいかもある。ねえ、こいつなんかいい、大丈夫かな一線超えたりしないかなねえ。化け物になる可能性もあるんだよね。なんだ？なんか、どうした？なんかおかしい。どうした？何これ？なんか、どうした？なんかテストしてない？有効にして無効にしてたぞ、今。ねえ。なんか、ボタン間違えたんじゃないの？今。ねえ。有効にして無効にしてたよ。初めてだからね。なんか見たことないやつ。すごい緊張してそう。まあ、最初はそんなもんよ。結局、付与されていますかって、5分に来てたんだけど。え、お前だよね。あれ違う？俺違う人に付与したもしかして。あれ？違う人に付与したか？もしや。あれ？お前に付与してない。あれ誰これ？俺誰に付与したこれ？誰今の人？間違えちゃった。で今付与した人ってさ、あれ今付与した人ってあの DM してくんない？あれこの N から始まってる人誰？この人、なんで俺付与したんだっけ今。17分前。今度も派手にぶっ倒してきな。モデレーター一応削除したわ。で、さっきの人をあれした。登録したわ。あれ何だったんだろう。あれどなただったんでしょうか。え、ネタじゃない。え、ガチで誰だったんだろう。